こんにちは、さくらです。今回はツイッターで話題の攻略法をやってみました。攻撃武器としてウロボロスの杖だけでやれるっていう技です。たまたま運よく引けたんでやってみました。私のプレイはもう2年半ぐらい無課金でやってます。パーティー構成としては大神官、大魔導士、大魔導士、大神官です。3人目がアタッカーで、それ以外は全部アンコール役とサポート役だったりします。最初のラーハルトとバランのところはまあまあ大変だと思いますけど、ラーハルトを一気に倒してしまうと簡単になります。魔力覚醒をして魔境の栄章をしてどんどん攻撃していきます。連続魔法とか山びこが出るかどうかはちょっと運の要素はあると思いますけど、このパーティー構成でもかなりいけると思います。特に最初の方で HP が十分な時にはアンコールをバンバン打っていきます。サミダリ打ちみたいなのが一人に集中すると落ちちゃうので、そこは運要素があるかもしれないです。2ターン目は大魔導士がタンバリンを打っています。タンバリンを打ってる目的は攻撃力を上げるっていうよりも回復呪文の威力を上げるためにやってます。回復は最後の大神官だけが行っているので、一人で回復しきるようにっていう意味でやってます。ここで大魔導士が何をするかちょっと迷ってますが、ここでは MP パサーをすべきかどうかで悩んでました。まだ HP が結構十分にあるので、ここは MP パサーをしていきます。HP が減ってきたらタンバリン、十分にある時には MP パサーっていう感じでやっていくといいんじゃないかなって思います。結構この辺はもう HP が安定してるんで楽勝って感じですね。雷電位を連発してきてますが、ここはもう構わずどんどん攻撃していきます。残り1体で半分以上減ってるので、もうここは回復しないでどんどん攻撃していきます。もう一気に押し切ってしまった方が全然攻略としては早いですし、かえって安定するかなって思います。下手に攻撃して直撃を食らってしまうと一気に死んでしまうこともあるので、それだったら攻撃に回った方がいいかなと思います。まあこんな感じで簡単に倒すことができました。 MP はかなり使うので、必ずスラミジで回復する必要がありますね。次も同じような感じです。今回のパーティーで少し失敗したなと思ったのが、一人目の大魔導士の最初のターンが無駄になっちゃってるところです。あとはさっきと同じなんで、もうどん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 攻撃していきます。ノルモアのいいところは、どんどん攻撃して山びこが入ったり、連続で入ったりした時に魔法耐性も下がるところですね。なので後半になればなるほどどんどん威力が上がっていくっていうところがあると思います。もうこの辺は早送りしてどん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 行ってしまいますね。HP が入ってきたらタンバリンを打ちつつ、攻撃力も上がって回復も上げるっていうやり方でいくといいと思います。タンバリンを持ってる持ってないの運の要素もあると思いますが、その場合でも MP パサーで回復していけば結構うまくいくんじゃないかなとも思います。ちなみにここでラッキーだったのは HP がちょっと減ってきたところで、山びこで一気に回復できたところです。
どうしてもダイマ同士の HP が低いので結構そこが落ちそうになるっていうところがネックかなって思います。まああとは一緒なんで、どん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 攻撃してそのまま倒せるっていうところです。こんな感じでノーアイテムで進めるんですごく楽ですね。それでもう一度スラビチで回復して最後のミストバーン戦です。ここの最初のターンでまた迷ってますが、この時にやっと気づいたんですけど、せめて不気味な光をやっておけばよかったなって思います。これをすることで魔法耐性下げられるので、まあ、この時はミスっちゃって入ってないですけど、うまくいくとラッキーかなって思います。でこっから先はまた同じ繰り返しなんで、早送りをしながらどん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 送っていきます。ここも4倍速で再生してますが、まあやってることは同じですね。どん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 打ち込んでアンコールしてっていうのを繰り返すだけです。あとやっぱりポイントになってくるのは MP が結構減っちゃうっていうところですかね。 HP の管理以上に MP の管理っていうところも結構難しいかもしれないです。やっぱり MP パサーがいいんじゃないかなって思います。でここでかなり HP が減ってちょっと危ない感じになったんですけど、その時にまあラッキーなことが起きました。ちょうど大進化に回ったところでお裾分けになったので、ベホイミがうまく打てました。もしお裾分けが発動しなかった場合は、普通に死にそうになっている大魔同士にだけベホイミをする予定でした。多分それでも押し切れたんじゃないかなって思ってますけど、まあうまく回復してくれたおかげで助かりました。こんな感じですごく楽勝で終わっちゃいます。パーティー構成をもう少し解説します。ポイントは2人の大魔同士なので、その2人だけ解説していきます。まず2番目にいる1人目の方ですけど、持ってる武器はタンバリンです。防具とかは全然適当なんで参考にならないかもしれないです。で心は素早さ重視で設定してます。とにかく素早さだけを上げて一番初めに動くようにしています。で心道は右寄りにしているっていう感じです。で次にメインアタッカーの大魔同士です。とにかく攻撃魔力を上げてるっていうところがポイントです。未課金なんで装備はそんなに充実してないです。運よく杖と鎧上だけが手に入ったので、それで対応してます。他はもう結構適当って感じですね。で心も攻撃魔力重視です。ゾーマとゲモを入れてるのは暴走率を上げるためです。真珠は暴走率アップを持っていないので攻撃魔力アップにしています。心道は基本的に左寄りなんですけど、一個だけ MP 回復のところを右寄りにしています。ここは結構重要です。少しでも MP 回復しないと辛くなってくるので、こっち側に寄せた方がいいんじゃないかなって思います。結構 Twitter 上では話題になってましたが、この攻略はこれはこれで面白いですね。重課金向けのプレイかと思ってましたけど、意外にもできちゃったんで、今回動画にしてみました。また何かネタがありそうだったらやってみようかなって思います。ご視聴いただきありがとうございました。